六教人の皆さん、お揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして。なんだよ、問題ってのは。俺は忙しいんだよ、さっさとしてくれよ。メンバーが札にパクられたとか、どうせそんな話だろ。おいおい、そんな理由で集めてたとしたらぶっ飛ばすぞ、孔明。女王の剣だな。え、なぜそれを。お前が独断でメンバーに女王を追わせていると聞いた。おいおい孔明、何勝手なことやってんだ。岡田は女王をほっとけと言ったはずだ。その命令を無視したってことか。まあまあまあ、別にいいんじゃねえか。組織から足を抜けるにはそれなりの代償がつきもんだ。それはジョーがジャスティスの創設メンバーだからって例外じゃねえ。ジャスティスは一応巨大組織だ。締めるとこは締めねえと下に示しがつかねえだろ。まあ確かにな。で、ちょっとした問題が起きたってのはなんだ。結論から言うと、ジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました。何？ジョーはうちを抜けた後、故郷の尾道に向かったんですが、どうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようで。ちょっとした問題じゃないな、孔明。大失態だ。ジャスティスの看板に泥を塗りやがってよ。申し訳ない。矢野。あ？これは軍資金だ。すまないが尾道へ行ってくれ。なんだよ、また俺か。まあいいけどよ、その代わり余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな。勝手にしろ。ただし六教人として当然失敗は許されない。しくじって帰ってきやがったらたっぷりお仕置きしやるからな。いや、しくじったら帰ってくる席なんかねえぞ。それがジャスティスのルールだろ。分かってんだよ、うるせえな。くだらねえ心配すんなよ、バカ野郎。さーて、じゃあ荷造りでもするかね。旅行ガイドも買っとくか。やってくれたな、ジョー。新しいチームを結成する？ああ、ジャスティスはきっと六教人を俺たちの元に仕向けてくるに違いねえ。あいつらに対抗するにはうちもそれなりの人数を集めてチームを作る必要がある。よし、ジョーさんをリーダーにした新チーム、ジャスティスよりでかいチームにしましょう。いや、リーダーは俺じゃない。え、じゃあ誰が。キリュウさん、俺たちのリーダーになってもらえないか。俺が。ああ、ジャスティスはでかいチームだ。対抗するにはうちもでかい組織にする必要がある。だが俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でね。そんな俺が、少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらねえと思うんだ。ジャスティスに勝つには桐生さんの力がどうしても必要なんだ。頼む、力を貸してくれ。お前の気持ちは分かった。だが俺には他にやることがある。俺、男としてけじめをつけたいんだ。それにあいつの岡田の目を覚まさせたい。あいつは俺の大切な親友なんだ。道を外しちまったあいつを放っておけないんだよ。道を外した親友か。わかったよ、協力してやる。だから頭を上げろ。桐生さん、ありがとう。改めてよろしく、よろしくお願いします。あ、ところでチーム名は何にしましょうかね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。チーム名。チームを作るんだからまずはチーム名を決めるのが普通でしょ。クールな感じがいいっすね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいっすかね。そうだな。いや、そこはリーダーに決めてもらおう。俺が。はい、キリュウさんがリーダーだからそれが分かる感じだとなおいいかもな。頭文字の K を取って K2016 とか、 K
桐生維新軍。ちょっと古臭いな。俺の名前が入ってるチーム名桐生会なんてどうだ。桐生会なんだなんだ。組織といったら大体組とか会とかだろ。まあそりゃそうっすけど、なんかヤクザみたいだな。いや、いいんじゃないか。リーダーが決めたことだ。桐生会をここに結成しましょう。絶対にジャスティスを倒す。そして俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って、岡田の目を覚まさせる。しゃあ、やってやるぜ。やれやれ。で、リーダーになるのは分かったが、具体的に俺は何をすればいいんだ。桐生さんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんです。それと桐生会をうまくまとめてほしい。うまくまとめる？はい、今はまだそんなにメンバーいないけど、これからどんどん増えていくと思います。そうなるとただでさえ若い連中の寄せ集めだし、統率が取れなくなるっしょ。桐生さんには年の子を生かしていい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだ。おいおい、丸投げもいいとこだな。多分俺の所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞ。それでもいいのか？ええ、何でもいいっすよ。っていうか桐生さん、どんな会社に勤めてたんすか？それは企業秘密だ。ほう、まあいいや。じゃあそんな感じで桐生さんの会社風にお願いします。出撃やチームの編成をしたいときには俺に声をかけてください。桐生さん、この前は助けていただいてありがとうございました。気にするな、無事でよかったな。はい、うちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいですみません。ああ、まあ仕方ない。引き受けちまった以上なんとかするさ。だが若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからな。まずは仲間をどう増やすか。ああ、それならマスターが詳しいかも。マスターは昔ワルだった時に大きなチームのリーダーだったんですよ。ほう、経験者かね、マスター。幸子、お前まで人聞きの悪いことを。営業妨害で訴えるぞ。ったく、桐生さんがチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって。仲間？そんなの簡単よ。ガツンと一発殴っちまえばいいんだ。殴る？ええ、この辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ。田舎の悪いところでね。そいつらは自分が最強だと思い込んで強いやつと戦いたがってる。だから桐生さんがバーンとそいつら叩きのめして強さを示せば、きっとホイホイついてきますよ。ええ、それはちょっとやばすぎるんじゃ。桐生さん、喧嘩めちゃくちゃ強いでしょ。ある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくてもわかる。戦いに飢えてる連中で、あんたを見て血が騒がない奴はいませんよ。そうか、自分ではわからんが。そうですって、現に俺もちょっとね。マスターやめてくださいよ。冗談だって。ま、試してみるといいですよ。町をぶらついてりゃ出くわすと思いますから。わかった。
やってやりますよ、桐生さん。
殺しにしてやりますよ。俺らの恐ろしさ刻み込んでやる。お待たせしました。ぶっ潰れろ。ほら行っちゃうじゃん。バカな胸が鳴りますよ。よし、俺たちの勝ちだ。よっ、お疲れ様でした。よくやった、お前ら。やってやりますよ、キリュウさん。早く誰か行け。よし、俺たちの勝ちだ。よっ、お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。
とめてかかってこいよ。気を緩めるな。進め。こいつら死ねりゃ、ぐちゃぐちゃにしてやる。こいつら死ねりゃ、刻み込んでやる。刻み込んでやる。全員が詰まっていいんですよね。全員が詰まっていいんですよね。飛龍会の勝利だ。よーお疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。やばいっすよ、桐生さん。
ジャスティスメンバーが大勢やってきました。いよいよお出ましになったか。まだそんなに多くはないはずだ。今のうちに叩いちまおう。そうっすね、派手にやっちまいましょう。よし、行くぞ。もうこんなにメンバーを送り込んできてんのかよ。ジャスティスの総メンバー数を考えたらこんなの序の口さ。これも倒せないようじゃ何も始まらない。知ってはいたけど、やっぱりとんでもない相手っすね、ジャスティスは。ああ、だが俺たちはそれを倒さなきゃならねえ。相手がどんなに強かろうがな。それが男ですよね。よく覚えてるな。まあそんなところだ。さて、雑談は終わりだ。お前ら行くぞ。おう、うす。俺らの力見せてやりましょう。よし、俺たちの勝ちだ。いい戦いぶりだったぞ。よっしゃ、やりましたね、桐生さん、ジョーさん。俺たちも最低限の戦いはできるってことだな。ブラボーブラボー、ついてるね、乗ってるね。ん、この声はやっぱり矢野か。久しぶりじゃねえか、ジョー君よ。こんな田舎町に出戻りしちゃって哀れなもんだね。なんだこいつは。あんたが桐生とかいうおっさんか。どうもどうも、俺はジャスティスで敏腕プロデューサーをやっている矢野トールっていうもんだ。以後お見知りおきを。何なんだこいつは。ジャスティス六強人の一人、矢野トール。六強人の切り込み隊長と言われてる男です。もともと窃盗や詐欺のスペシャリストとして有名だったところを岡田に引き抜かれたんです。今のジャスティスの軽犯罪担当ってとこですね。
人を騙して裏切って金を取る、せこい男ですよ。おいおいおい、そりゃねえだろ。昔の仲間にえげつないこと言うね。それに俺は敏腕プロデューサーだって言っただろ。若い連中に金になる仕事は一生懸命プロデュースしてやってんだぜ。何がプロデューサーだ。お前のせいで何人牢屋にぶち込まれてると思ってんだ。おお、細かい。やだね、細かい男は。ジャスティスが潤ってんのはなんだかんだで俺が稼いでるからなんだぜ。おい、そんなことはどうでもいい。お前は俺たちを倒しに来たんだろう。まあまあ、そう焦るなよ。俺も長旅で疲れてんだよ。今戦う気力なんてねえんだ。それに何気に尾道に来たのは初めてだよ。ラーメンでも食って観光でもしようかと思ってんだよ。だからお前らを殺すのはもうちょい後にするわ。ちなみに今お前らが倒した奴らなんかほんの小手調べだ。これからうちの連中をガンガンつぎ込ませてもらう。まあそいつらと遊んでせいぜいヘトヘトになってりゃいいさ。お前らがヘナヘナになったところを俺はちょちょいと刈り取らせてもらう。この野郎。俺は他の六強人の連中と違って頭がいいからよ。そんな感じでよろしくな。じゃあまあ俺が観光終わるまでは生き残ってくれよ。なんか頭に来るやつですね。本当に強いんすか。ああ見えて相当な実力者だ。対抗するためにこっちも準備しねえとな。